タスキーイベント赤坂名古屋サイドについてお話ししてます。タスキーが大好きなんだなっていう感じがして、なおチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、赤チャンネルです。皆様ね、12月中に4日間イベントありましたよね。サスキーイベント赤坂と名古屋と埼玉ございましたよね。僕もね、あの赤坂のねイベント行きました。なので今月ね、こちらもう毎年恒例でございます、サスキーイベント赤坂名古屋埼玉についてお話ししておきます。ちなみになんでスーツ姿と言いますと、あのその前にですね、この格好でショート動画を撮っていたからでーす。てへー、許してちょ。今回はですね、赤坂以外にですね、名古屋と埼玉でもありました。でもそれはですね、16日と17日が名古屋と赤坂で、23日と24日が埼玉と赤坂という感じでイベントをやっておりました。去年は赤坂だけでやったんですけども、今年は地方でやることもできたということです。だからあれですよね、関西から来る人は名古屋に行きやすいという感じで、で東北の方は埼玉に行きやすいという感じで、いや東北だったらもう東京も埼玉も変わんねえか。まあ普通にねオープニングなくやってもあれなので、では早速サスケイベント赤坂名古屋埼玉についてお話したいと思います。じゃあそれで行きましょう、レッツゴー。では早速お話していきましょう。先ほどね、イベント開催日でお話したんですけども、12月の16日と17日、で23日と24日に開催されました。赤坂の方ではですね、そり立つ壁とクリフハンガーが体験できます。ですがね、去年と違うのはですね、サーモンララーはなくなりました。で、クリフハンガーできるようになったんですけども、クレイジークリフハンガーの飛び移りは今年はなしになったという感じでございます。その後ね、サイン会がございまして、ですが、そのサイン会はですね、サスケ公式ブックがね、発売されたと皆さんはね、知っていらっしゃると思うんですけども、それを買ったのみがサインができるという感じでございます。埼玉と名古屋はですね、そり立つ壁のみでございます。ですが、そり立つ壁は、商品を購入2000円分以上して抽選で100名様限定で挑戦できるという感じでございます。サイン会ですね、公式ブック買った人か、あとは先ほど言った商品を買ったのみがサインできるという感じでございます。赤坂ではですね、僕はもうクリフハンガーやりました。1回目クリフハンガー、まあ2周やったんですけども、最後はね、足ついて川口さんと吉原さんといやずるいでしょずるいでしょって、ね、笑ってくれたんですよ。あれ笑いを取ったんです。やっぱりね、イベントってね、やっぱりみんなで盛り上げないといけないじゃないですか。やっぱり最後はね、ちょっと面白く落ちてやろうかなと思って、ああいう感じしました。漆原さんと川口さん、どうでしたかね？最終日にもう一回クリフハンガーやったんですけども、そこで2周やったんですよ。でね、そこでね、渡瀬健志郎さんとマヤさんがね、参加されてたんですけども、マヤさんむちゃむちゃテンション高い。荒木さんと多田さんに見ながらクリフハンガーですね、だいぶ緊張しました。しかもなんですけども、これは聞いた話なんですけども、地方でサスケイベントでやる際に、なんと会場に朝の7時半に並んでる方もいたんですよ。いや、だからもうすっごいサスケが大好きなんだなっていうのを感じますし、もうサスケマニアファンなんだなっていうのを感じました。あとはですよ、日置さんね、今回ね、全く会えずに終わっちゃったんですよ。毎回のイベントにも日置さんがいたので、日置さんに会えなかったのはショックですね。あと、まゆみさんに会えなかったのはショック。いや、これはあかん。いや、絶対怒られるわ。日置さんが名古屋とかね、埼玉に行ってるんですけども、そこでやっぱ日置さんだけに会うために、もう東京から名古屋に行ったりとか、東京から埼玉に行ったりしてる、もうファンとかの視聴者さんもいたので、いやもう今のサスケってほんとすげえなーって思いました。2021年からね、毎年のように赤坂でイベントやってるんですよ、冬の時期にね。そこからもう年々とやっぱりもうサスケ視聴者ってもうふわーっとめちゃめちゃ増えてきたりとか、あともう女性ファンがもうね、サスケめっちゃ好きになった赤坂の会場に来るっていうのがね、あったので、いやもうサスケってもうすげーなって思いました。皆さんとね、すごいね、触れ合ったりとか話してて、もうすごい楽しくなったり、サスケの放送日がめちゃめちゃ楽しみとか、いつか出れるように頑張りたいという方にもなりました。サスケイベントで話しかけてくれた皆様、そしてね、久々にお会いしてくれた皆様、まあ、普段ね、いつもトレーニングをされた皆様、お会いできて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。オリンピック種目のサスケが2028年にあるんだったら、もうこれはもう出る
るしかないよね。出るためにはもっともっと強くならないとはいけないけども、イベントで、ね、初めてお会いする方もいたんですけども、もうね、サスケの知識がすごすぎて、僕よりも全然すごいんですよ。しかもよ、サスケ予選会に出てた方たちも結構いらっしゃるんですけども、その人たちもやっぱり知られてるようになってるので、今のサスケもすげえなって思ったよ。あとはね、僕の YouTube を見て、声をかけてくださった方もいました。あとはね、夏サスケを見てね、声をかけてくださった方もいたので、いやなんかもう、嬉しいね。これはもう次回ほんまに出たい。ということで今回ですね、サスケ冬イベント2023についてお話しました。最後までご覧になっていただきありがとう。以上のチャンネルになってしまう。またいつかお会いしましょう。 See you! サスケトークなのにハンター姿になってごめんねごめんね。すいません、ちょっと余計なことしましたね。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you!